2000年10月31日、ラファエルのリーダーであり、ギタリストであるカズキが、19歳という若さでこの世を去った。ファンをはじめ多くの人々に愛されながら、惜しまれつつ、天国へと旅立った。しかし、たとえカズキが旅立とうとも、その思い、そのメロディー、そしてその姿はいつまでもファンをはじめ多くの人の心に生きている。音楽家、そして総合芸術家としてのカズキの姿は人々の心の中で永遠になったのである。カズキが永遠になった日、10月31日、その日の誕生花はカズキが愛した花、カラーだという。カズキは心の中に咲く永遠の花に生まれ変わり、これからもずっと変わることなく咲き続けるのであろう。そしてここにカズキのソロプロジェクト、ユリ十字弾から生まれた新曲を発表する。カズキが永遠であることを証明するために。音楽家、カズキが学生の頃強く望んだ将来の姿。1997年3月、カズキはラファエルを結成することによってその目標を目指した。ラファエル結成のいきさつについてですね、僕とユキトが中学の時にコピーバンドやってまして、友達の紹介でもユキトと知り合ったんですけど、ブルーハーツとかのパンクとか、ラモーンズとかのコピーバンドをやってまして、そんで一回そのバンドが終わったんですけど、で中学3年生の学園祭をユキトの学校に見に行って、ほんで本格的なバンドがやりたいみたいな話をされてですね、集まったんですけど、だからラファエルっていうのは各楽器が一番うまいメンバーをですね、ユキトがかき集めた感じですね。ラファエル、そのネーミングは聖書の中の四大天使の一人であるラファエルに由来しており、その大天使の役割は人々を癒すことだったという。たまたま天使の本とかハマってて、結構な数の本読んでてですね、ほんでバンド名どうしようかなと思ってる時に、その天使の本にいろんな天使が出てくるんですけど、名前がかっこいいんですよ。もうどの天使でもいいぐらいかっこよくて、その中から一番自分のツボにはまる名前がラファエルっていう天使の名前で、そしたらですね、その天使が癒しを司る天使であったりとか、いろいろ調べていくうちに音楽の天使だったりとかもしてですね、これはちょうどいいだろうと。光を奏でる癒しの旋律っていうキャッチフレーズ使ってるんですけど、はい、楽曲が聴く人にとって癒しの旋律となるようなものをやっていこうかなと。癒しの旋律で世界に光を、それこそがカズキが自らに、そしてラファエルに託したこの世界での使命なのである。彼はライブハウスでの活動やインディーズレーベルからのリリースを精力的に行い、圧倒的なファンの支持を得る。カズキをインディーズデビュー前からよく知る音楽プロデューサーの平石はこう語る。その当時からカズキのビジョンの明確さ、コンセプトを打ち立てる力、物事を実行に移す力には目を見張るものがあったと。黒色の清春さんが好きだったのと、一人でコピーしてる時も、ほんでですね、結構クロミの昔の頃のやつが好きで、その当時は、ほんでだからとにかくお化粧したバンドがやりたかったんですよ。ビジュアル系と言われる、その頃はだから
形式美だけのみでそういうお化粧をして髪の長いバンドがやりたくて、ほんでとりあえずそこからですね、それでバンド名をですねラファエルっていうのを考えてからいろいろコンセプトを考え始めて、そのメイクなり衣装が表現手段というものに変わっていったんですけど、基本的なコンセプトっていうものがリアルタイムの自分たちということで、そのリアルタイムな自分たちが現在打ち出せる音楽っていうものに対してその時その時のコンセプトを立ててるんですけど、だから表現してる音楽がどうとかじゃなくて、ラファエル自体がリアルタイムの4人、っていうことなんです。そしてカズキの明確なビジョンの下でラファエルが本格的に始動する。それから間もなく平石のサポートによりクラブ2ホーでのライブを開催。1バンド30枚のチケット販売のノルマを課せられたが、ラファエルのメンバーたちは150枚完売という快挙を打ち立てる。カズキはその頃週に1度くらいしか学校に通っていなかったが、そのたまにしか行かない学校にライブチケットを売りに行ったという後日談が残っている。そしてそのライブの後、フォーライフレコードの目に留まり、1998年4月7日、カズキ17歳の誕生日にインディーズデビューを果たす。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear カズキ。カズキがそのデビューに関してメジャーではなくインディーズを選択したのには訳があった。精神面の結束力、そして周りからの認知などに関してきちんと下積みをして認められてからメジャーデビューを果たすという考えがあった。だからこそカズキは最初にインディーズという土俵を選択したのである。その頃カズキの頭の中にはすでに渋谷公会堂でのワンマンライブ、メジャーデビュー、そして武道館での卒業ライブの青写真が明確にあった。そしてカズキはその目標のために果てしない努力を重ね、次々に実現していく。そして1999年5月、初のホールライブである渋谷公会堂でのライブを最後に、フォーライフレコードとメジャー契約。そして同年7月、シングル「花咲く命ある限り」でメジャーデビューを果たす。18年間生きてきて、こんなに胸がいっぱいなのは今が初めてだと思います。ラファエルに出会って2年間、そこからは僕の人生と言っていいほどいろんなことがありました。嬉しいことはもちろん、悲しいこと、辛いこと、おかしくなったこと、僕は何度もバンドをやめようと思いました。でも、このバンドには、この音楽には、このコンセプトには、このメンバーには間違いじゃないという確かな確信を僕は持っていました。シックというマキシシングルを出して、僕たちは全てを晒し、揺るぎない確信と結束力を手に入れました。ラファエルは間違ってませんでした。1999年7月、僕らはフォーライフレコードと
今後君たちはいろんなことに出会い、いろんな人に出会い、汚いものに触れ、傷つき、自分を見失うことがあることと思います。そんな君たちを僕らは全力で守り抜き、この純粋を永遠に失わないことをこの会場に誓います。そこには結成当時からのさまざまな思いがあふれ出し、そして涙に濡れた和樹がいた。そしてこの天使のヒノキ舞台という名のステージは伝説となったのである。和樹には常に作品ごとの、そして未来に対するビジョンが明確に頭にあった。楽曲、詞、衣装やジャケットのデザイン、その他の細部に至るまでそのビジョンを浸透させ実行した。ですね、まず最初にエターナルウィークっていう曲ができたんですけど、でその時にゆうきくんが持ってきたんですけど、その曲を非常にですねクラシック的な要素を感じたんで、でこっちの方向性がいいんじゃないかってことで、彼の中に本当にそういうクラシックな天然の感性を感じたんで、それをですねうまく出していけるようなバンドになろうかなと思ったんですね。だからそういうクラシックな要素は結構今も大切にしてるんですけど、ロックとクラシカルな要素の融合をサウンドの方向性とし、ストリングスやチェンバロ、パイプオルガンなども取り入れた。基本的に僕らの楽曲悪いのないんですよ。そしてその感性はさらにヨーロピアンでゴシックなものに向けられた。単純にバッハ的なメロディーが好きであったりとかは、まあ、今だから分かることなんですけど、昔から好きなメロディーっていうのがバッハ調のものであったりとかしたんですね。そう、まあ、自分じゃ分かってなかったんだろうけど、やっぱそういうクラシックなメロディーっていうのは好きでしたね。やっぱりラファエルっていうバンド名作った時に、なんか天使イコールクラシックみたいなイメージあるじゃないですか。天使っていうのを音楽のジャンルであれするんだったら、それでまあクラシックっぽいものっていうのを選んだっていうのもあるんですけどね。そしてこの感性が第一期ラファエルの礎を担ったのは言うまでもない。また和樹はラファエルのサウンドの方向性についてこう示唆した。だからもう今後の可能性っていうのはやっぱ自分じゃ想像つかないし、まあ漠然といろんなものを吸収してるし、ここからどんどん広がっていくんだろうなっていうのはありますけど、和樹は感性の人間。しかしその感性で捉えたビジョンを実現するために日々血のにじむような努力をしていたのは言うまでもない。天才はそのビジョンの実現のためには努力をしなければいけないという、その才能を枯らしてはいけないのである。和樹は全てをそこに費やした。何でも作品作りって何でもそうなんですけど、一つ一つに全力を注ぐわけじゃないですか、だから僕の全てをその一曲に注ぐんですよ。だから一曲書いたら僕空っぽになっちゃうわけで、でもあと4曲書かなきゃいけないとかで、その中から絞り出してまた空っぽ、さらに空っぽの状態からっていう状況が続いちゃって、本当にアルバム1個完成しちゃった僕は本当に今すごく空っぽで、だから今本当にもう自分としてもなんかこれからどういう詩が出るのか分かんないっていうか、すごい不安なんですよね。自分が空っぽになる。初のフルアルバムマインドソープのエピソードでそう語った。和樹はそれほどのエネルギーを作品作りに費やしたということである。その努力や行動力、情熱が和樹の、そしてナファエルの癒しの旋律を作っていったのである。彼の音楽に対する世界観を形成する上で
重要なファクターの一つである死。その死の世界の多くは彼のこれまでの実体験、そしてそこから生まれたメッセージに起因する。まあ、オケができてからですね、基本的に歌詞書くのは4人で鳴らした音に対してその曲が僕の中にいろいろ訴えかけてですね、その曲がこういうことを言ってますよみたいなことを教えてくれて、それを素直に僕は言葉にしていくっていう作業なんで、曲を聴いた時に情景が浮かんだりとかするんで、その情景には最初深い霧がかかってるんですよ。だその霧を徐々に取り除いていくっていう作業なんですけど、作詞っていうのは。和樹は自らの経験に、そしてその経験から生まれた詩小説に詩の世界観を求めこだわり抜いた。16歳の時の家で理想を描いていた学園生活への失望、バンド活動をやっていく中で出会うさまざまな出来事、理想と現実の狭間で自分自身を貫き通していく中、深く心に根ざした孤独、苦悩、不信、そしてそんな苦い経験をした自分を深く見つめ、普通の人なら心の奥底にしまっておくような実体験を赤裸々に語り、さらに自らが得ることのできなかったものへの憧れをも素直に表現した。そして和樹は詩の中で生きていく上で何が大切か、本当の自分自身、僕を守り続けることの大切さを訴え続け、それが同じような境地を持つ同世代の子たちにリアルに伝わり、彼らを癒し生きる勇気を与え続けてきたのである。だから僕がその子たちのためにメッセージを伝えてるような、そういう悩める少女たちがいるわけですね。まあ、ラファエル君までは僕がその悩める少年だったので、だから自分がそういう癒されるっていうのはやっぱりそういう生きる希望が、ラファエルの曲を聴いて生きる希望が湧きましたみたいな手紙をもらったりした時は、ああやっててよかったなみたいなのはありますけど、そういう失われがちな自分にですね気づいてもらえるような、気づけるような詩を書いてるんですけど、和樹は誰よりも痛みを知っていた。弱さを知ることで生まれた強さを持っていた。だからこそ自らの経験したさまざまな問題について問いかけ、悩み、その答えを導き出し、そして同じ痛みを持つ人々や和樹の詩に耳を傾ける人々の心に響く詩が生まれたのであろう。2000年11月の深夜、秋風のラプソディのカップリングとして梅塚は発売された。この楽曲は和樹が16歳の頃作られた曲で、エビスギルティで初めて演奏されて以来その音源化が強く望まれていた曲である。そのレコーディングに際し和樹はその瞬間の自分たちを認めてあげたいというスタンスから、16歳当時のままの詩とアレンジでレコーディングが行われた。和樹は言う、今の自分たちではこのアレンジはできないであろう。当時なりの魅力が逆にレコーディングを終えてみて新鮮だったと。この曲にはキーボードは一切入っておらず、バンドメンバー4人の音のみで構成されている。そしてこの形態のアレンジに関して今後のラファエルの方向性を示すものだとしている。21世紀のラファエルの方向性は生々しいロックバンドだと。
実際この楽曲は全体的にシンプルアレンジで、その音はストレートにロックである。だからこそ和樹をはじめラファエルのメンバーたちがこの楽曲を演奏している姿が聴く人の脳裏に浮かぶのではないだろうか。そこにこの楽曲の魅力があり、4人の当時のその瞬間があるのであろう。その詩に関しては失恋の歌、愛すべき見極めができていなかったための悲しい最後、その悲しみが不滅の花として思い出と咲く。そしてこの不滅花というタイトルはグランヴィルの花の幻想という19世紀半ばのフランスの物語が題材になっており、その物語には麦わら菊の切ない苦しみが描かれている。和樹はその物語と自分自身が体験した悲しい恋の記憶を重ね合わせてこの作品を作ったのである。和樹のインディーズ時代からの代表曲であり原点の曲にロストグラジュエーションという楽曲がある。この曲は彼が様々な思いを胸に秘めて高校を去った日、そんな日の帰り道に生まれた曲だという。16歳、学校での和樹は周りに馴染めず孤独だった。しかしそんな和樹にも女の子の友達が何人もいて、そしてその自分の周りの女の子との関係を絆と理解していた。自分に気遣いや優しさを持って接していると理解していた。この絆だけが学校での和樹を支えていた。この学校での物語は和樹の私小説であり青の開口に詳しく描かれている。彼女たちとの間に絆を見出してから、僕はいつしか一人が怖くなっていた。確認したかった、寂しかった。僕は毎晩鳴らない電話を待ち続けた。僕はようやくその形式日に気づかされた。僕は彼女たちのステータスの頭数の一人だったのだ。友達という既成事実さえ成立し、頭数の一つとして数えられれば、その中身などどうでもいいものだったのだ。そして僕は人間不信へと陥っていった。分かってた、でも夢見た。分かりたくなかったから。高校1年3学期最後の終業式、僕の卒業式だった。そんな思いとそのわずかな夢を抱えて、僕は最後の学校へ行く決意をした。しかし変わることはなかった。そんな日の果てしない悲しみを胸に抱いた帰り道に、このロストグラジュエーションという美しく悲しい楽曲が和樹に舞い降りたという。高校生活最後の、あの終業式だ、終業式の日にいっぺんにこうやってガーって書いた曲なんですけど、まあ、人間関係なりいろんなねことでいろんな絶望を味わいまして、そんでその深い悲しみの中で見つけた光っていうものを書いてるんですけど、まあ、ロストグラジュエーションに書かれた内容は多分今後もずっとラファエルで歌っていくであろう内容で、このロストグラジュエーションは和樹が高校を中退した直後の1998年4月7日エビスギルティで行われた初のワンマンライブで初めて披露され、そしてその歌詞はファンに配布された。新しい曲でロストグラデーションという、今日歌詞カード配ったと思うんですけど、初期消防っていうか
初期衝動みたいなものが過去形にならないうちにリアルタイムで伝えたいから、かしこまりました。シングル曲としての発売に際し、ジャケット写真とそのビデオクリップにも色濃く学校への思いを浸透させている。舞台は学校、そしてメンバー全員制服姿。彼は総合芸術家としてその思いを徹底させた。ビデオクリップの世界観のモチーフにはトーマの心臓という古き良きヨーロッパの学校が舞台の少女漫画を参考とした。和樹はこの楽曲における全てのことに妥協せず、その思いを表現し、その切なく苦しい思いを昇華させたのである。1999年2月にインディーズレーベルから発売された4曲入りのマキシシングル。そのジャケットは精神性の強いアニメーションエヴァンゲリオンをモチーフにしたというシック。そのコンセプトには和樹の実体験から生まれた切なく強い思いが色濃く反映されている。這い上がることのできないほどのネガティブの底で与えられた生きるという使命、絶望の底で見た光とは、少年は何を思い何を見たのか、そして絶望の淵で見つけた揺るぎない光への気づき、全ては癒しの旋律であると。1曲目、シナゴーグ。これから始まる少女シリーズの序曲。苦痛、不安、葛藤、絶望などのネガティブな感情が渦巻くインストゥルメンタルの世界。2曲目、症状1、潔癖症。序曲シナゴーグの後に鳴り響く激しいギターとリズム、その激しさの中に渦巻く絶望、崩れてしまった基準に少年は全ての判断を失う。閉ざされた心、何も見たくない。3曲目、症状2、分裂症。症状1の激しさ、そしてその絶望感の後に奏でられる美しい楽曲。少年はその純粋さで本来の姿を失った汚い世界を嘆く。そしてその世界に追い詰められながらも
自らの純粋の美しさを信じ、それを守り抜く決意をする。そして4曲目、少女さん XXX 少、誰もが一度は悲観を訴える生まれ持った不平等。しかしそれは実在するものではない。少年は悲観の淵でそんな希望の光を導き出す。シックは少年が苦しみを経て得た大切な事実、希望、そこに完結する。シックについて、ナファエルが精神的なメッセージ性に向かった大切な作品という位置づけをしている。そしてそのメッセージを詩、曲、ジャケットの全てに刻み込んだ。1999年7月に発売された記念すべきメジャーデビューシングル。歌詞はカズキ、そして楽曲はカズキとボーカルの勇気の合作である。そのメロディーラインについて後にカズキはこう言っている。初めて勇気にサビのメロディーを聴かされた時の衝撃は今も忘れられない。ナファエルのメジャーデビューシングルはこれしかないと。どこまでも激しいジャーマンメタルのサウンド、そしてその激しさの上で奏でられる壮大で美しいメロディー。感想ではクラシックハンガリアン舞曲第5番をフィーチャーしている。結構レコーディングの期間に聴いてる音楽がもうそのまま出ちゃったりするんですよ、僕の場合。でも本当に浜崎あゆみを作った時にはもうジャーマンメタルハマりまくってた時期で、でも完璧にそっちの世界に仕上げちゃったりしたんですけど。そしてカズキはこの楽曲でナファエルの基本的なメッセージを物語風に描いた。この曲の主人公を自分、そしてあなたをナファエルに当てはめて聴いてもらえればわかるという。だから清く正しく生きなさいみたいなことを言ってるんですね。だから流されてしたくもないようなことをするのをやめなさいっていう、自分自身を持ちなさいっていう、そういうメッセージが強く僕の中にあるんで、カズキの実体験の中から生まれた揺るぎない考え方、そしてたとえそれに気づいたのが遅くてもそこからの考えの持ち方、心の持ち方が重要なのであるとカズキは言う。このカズキの最新作である花咲く命あるかぎ、そのビデオクリップではフランスロケが刊行され、古き良き西洋の城がそのステージとなった。1999年12月に発売されたナファエル初のメジャーフルアルバム「マインドソープ」の中の一曲。ワールドミュージックのテイストを持つサウンドのこの楽曲はヘビーメタルとタンゴのミックス。カズキの言うメタンゴがアレンジのテーマである。そしてこの詩にもカズキの大切なメッセージが込められている。カズキが掲げたコンセプトはいじめ。カズキはいじめについてこう考えていた。いや、ファンの方だって結構うち特にそうらしいんですけど、登校拒否の子とかなんかいじめられてる子とかいっぱいいるんですよ。そんな子たちがですね、
あのうちの曲聴いて生きる希望が湧きましたみたいなお手紙をいっぱいもらったりするんですけど、そういう、まあ、投稿芸人が何なりもですね、その子が悪いわけじゃないじゃないですか。その周りの子がそういうことをするからそういう風になるんで、だからそういう一人になる勇気を持ちなさいみたいなことを、ね、メッセージとして伝えたいなみたいなのがある。和樹は自分の実体験を、そしてその状況下に置かれた自分を冷静に見ることができていた。だからこそいじめに対する見解を客観的に語れたのだろう。ポイントポイントとなる作品には同じメッセージがいろんな角度から描かれてる感じで、もう本当に同じことをずっと言い続けてる感じなんですが、なんていうのかな、流されない自分を持ってほしいっていうか、自分自身っていうものをちゃんと持ってくださいっていう。そして和樹はある日こう言った。ブレイクしたい。そうすればラファエルのことを知らないいじめられっ子や引きこもりの子にも自分たちのメッセージが届く可能性が高くなるから。そして和樹はライナーノーツではっきりと公言している。このメッセージを伝えることが音楽家としての運命である。1999年12月に発売された初のメジャーフルアルバム「マインドソープ」の中の一曲、その詩にはどんなに綺麗に飾られた花であろうと所詮はただの花、この花とは主人公、舞台上の自分と舞台を降りた自分の差、その自信のなさを物語風に描いたという。そしてこの楽曲において注目すべきは和樹のギタープレイにある。これはベートーベンの悲愴である。和樹は左右曲という楽曲にこのフレーズを使いたいと考えた。それはチャレンジであった。ライトハンド、連続ハンマリングオン&プリングオフ、クリスダウン、そのアレンジが完成してわずか数日、和樹はそのフレーズを弾きこなせていた。周りのスタッフはこのギターソロを弾けるのは何人もいないと和樹の類いまれなるギターテクニックを称賛した。中学当時の和樹、コピーバンド活動をしていた頃、そのバンドはツインギターの形をとっており、和樹はもう一人のギターのメンバーに常に和樹のメモを入れたバンドスコアのタブ譜を練習前に渡していたという。そこにはギターの練習方法について、簡易的な方法ではなくギターの弦の握り方などを渡辺式と命名して記入し、もう一人のギターのメンバーに渡した。プロデューサーの平石は当時の和樹の様子をスポンジは水を吸い込むように上達していたと例えた。それほど新しい技術のマスターが早かったということである。さらに和樹のギターには説得力がすでにあったとも言った。そのギターセンスの鋭さもラファエルを支える礎となっていったのである。
2000年3月4日和樹はメンバーと共に日本武道館で卒業式を行った。インディーズ時代からの和樹の青写真通り、まあ、中退してからの2年間いろいろ本当に頑張ってきたっていうか、本当に後悔してないわけですけど、まあ、なんていうのかな、一度やるって決めたことをですね、途中でやめるのは基本的に良くないことだと思うので、一度やるって決めたら最後までやるっていうのが、やらないとすっきりしないっていうか、だからなんか自分の中につっか、まあ、後悔は本当にしてないんだけど、夢のためにやめたから、だから突っかかってるものがどこかありまして、まあ、それをすっきりさせるためにっていうか、まあ、自分たちで卒業式を挙げようっていう、本当に自分たちが頑張ってきたので、まあ、自分たちで卒業式を挙げようっていうことで、まあ、武道館で、まあ、だから本当にライブっていう形ですけど、ライブじゃないっていうかね、まあ僕らにとっては本当に卒業式っていうか、まあ人生の分岐点となるような日にしようかなと思っております。まだ早い、リスクが大きすぎるなどの声がある中、ミスからの、そしてメンバーの思いを消化させるために、和樹は結婚に踏み切った。辛かったこと、苦しかったこと、そして夢見たこと、いろいろな感情が和樹を駆け巡った青春をようやく思い出として見つめ直し、未来へと進んでいけることを誓える記念すべき日であった。和樹は周知の通り学校を中退した。そして果てしない絶望からナファエルという光を手に入れ、そして強さを手に入れて自らのメッセージを発信し続けた。和樹は確信していた。自分が進んできた道は間違いではなかったと。自分が経験してきた思いは試練であり、そこから生まれた思いを伝えることは使命であったと。そして迎えた卒業式、第1期ラファエルの最後の日、和樹はどのような思いでその日の朝を迎え武道館へと足を向けたのか。そしてその卒業式の最後を飾る曲としてティーンエイジは作られた。今日の日のために、作った曲があります。続けることの大切さ、続けた人にしか与えられない喜び、目いっぱい今僕らは感じようかなと思います。皆さんも一緒に感じてください。本当にここまでついてきてくれてありがとう。これからもずっと一緒にいてください。
ラファエルではクレジットされていない武道館ライブでのみ披露されたカズキのスローバラードの名曲で、雪の人形という楽曲がある。この楽曲はカズキをこの上なく愛した一人のファンの悲しい死と、その死に接したカズキの切ない思いから生まれたというエピソードを持つ。カズキはある冬の日、一人のカズキファンの死を告げられる。そのファンの名前はユキコちゃん。カズキはその子にもらったファンレターを読んでいるうちに、この子はもう武道館ライブにも来れないし、ラファエルの音楽も聴けないのかという複雑な気持ちにとらわれた。そしてカズキはユキコちゃんのお通夜の会場に彼女への手紙を届けるために足を向けた。カズキはお通夜でユキコちゃんに対面した時の心境をこう語っている。悲しみという言葉で片付けられる簡単な感情ではなく、強いて言えば罪悪感に近かったと。そこには棺の上の彼女の写真の横に、同じぐらいの大きさのカズキの写真がぴったりと並んでいた。写真の僕を抱きしめて死んでいくほど愛された僕は、彼女に何を返せただろう。カズキは彼女の生前の話を聞いたり、彼女と二人きりで対面していくうちに、止めどない涙とともに溢れ出す様々な感情を抑えることができなかった。数々の罪悪感、そして綺麗な人形のように横たわるユキコちゃんに何もしてあげられなかった不甲斐なさ。そしてその帰り道、交錯する感情の中で雪の人形ができたという。カズキは自宅に着くとすぐにそのイメージを形にした。アコースティックギターで全体が悲しいトーンに染まり、鈴の音が透き通った冷たい世界を演出するその曲。雪の人形を CD に焼き、冷たく横たわる綺麗な人形のようなユキコちゃんに捧げた。しかしこの心が震えるようなエピソードは、一方で一部のファンの間に非難の声を生んだ。カズキはそんな心ないファンに対しこう言い放った。彼女が愛してくれた僕、誰に何を言われても変わらぬ自分を生きていく、それを彼女が教えてくれたと。そしてさらにユキコちゃんをいたわるようにこの曲について武道館で語った。あのね、まあこういう形で曲は書いたけど、あの表に出さないことを彼女が喜ぶかって言ったらね、それは違うと思うんですね。彼女はやっぱあの音楽家としての僕を愛してくれてたわけだし、だから彼女も、まあ、この曲いいって言ってくれてると思います。気に入ってくれたと思うんですけど、それ以上に僕が大きくなることを望んでるだろうし、僕の作品が大きくなることを望んでると思うし、何よりみんなに聴いてほしいと思ってると思います。だからまあどうしても今日ね、配りたかったから歌詞と CD だけ代わりに、もらって帰ってください。僕と彼女からの気持ちです。ここにはアーティストであると同時に一人の人間としてのカズキの姿があった。さまざまな経験を経て一回り大きく、そして強くなったカズキの姿があった。武道館での卒業ライブ、グラジュエーション後の第2期ラファエルの第1弾シングルとして2000年8月に発売された。カズキは武道館ライブ後の第2期ラファエルをスタートするにあたり、こう告白している。
まあ結構ね、メジャーになってからとか結構保守的だった部分があったかなと今考えると、あのこれはちょっと現存するファンがにとってちょっと戸惑いを覚えさせてしまうんではないかとかね、自分たちが好きなんだけど、まあでも本当にまあ本質的なメッセージってものはやっぱ変わってないし、やっぱり本当にそういうとこ見てくれてる人はやっぱ受け入れてくれてました。まあいろいろやってみまして、ラファエルの方向性っていうものが定まりました。だから要は第一期ラファエルっていうものは、ラファエルを形成するための、まあラファエルを固めるための期間だったと考えてください。はい。第二期は明確に結構もう方向性が見えてきたんで、それに向かって本当に素直な音楽活動をやっていこうかなと思います。そしてそんな状況の中、その第一弾シングルとしてエバーグリーンが生まれ世に放たれた。そのサウンドには第二期ラファエルの片鱗がうかがえる。それはメンバーの存在感をもっと表に出し、よりロックバンドとしての色を濃くすることだった。そしてその詩には和樹の強い思いが込められたコンセプトがあった。この間ですね、武道館で卒業っていうものを迎えてみまして、まあ、19歳になった僕らが、思い返す学生時代みたいなのが内容なんですけど、まあ、要は、まあ、皆さんね、この、なんていうか、これが大人になっていくわけじゃないですか。大人になって気づけばなくしてしまう感性を守り続けたまま大人になることは可能であって、それはとても素敵なことですよと歌っております。和樹の言う素敵な大人とは、子供の感性を持った大人、トトロの見える大人だという。和樹は当時19歳、子供と大人の狭間での思いを爽やかな夏の香るメロディーに乗せて飛ばした。その和樹のコンセプトはビデオクリップにも色濃く反映された。舞台は学校、しかも現代の学校である。そのステージで和樹は走った。陸上部という設定である。夏の強い日差しの中、グラウンドを何周も走り、和樹が憧れた青春像を映像化した。エヴァーグリーンに続くシングル「秋風のラプソディ」をリリースした。ケルトアイリッシュサウンドとラファエルサウンドの融合、久々のラブソング、80年代を意識した女の子の恋物語と和樹が語っているように、自分が良いと思うものを素直に表現していきたいという和樹の思いが、今までのラファエルの作風にはなかった新たな名曲を生み出した。結構狙ったのは80年代なんですよ。80年代、あのここ10年ぐらいで結構あの恋愛感っていうものがすごい変わったと思うんですよね。だから、あの要はパソコンとか携帯電話の普及によって、もう出会いっていうものがすごい容易になっちゃったじゃないですか。昔はもうお家に1個しか電話がないの、親にこそこそ隠れて廊下で男の子に電話してとか、で勇気を振り絞って手紙渡してとか、すごい恋愛のありがたみっていうものが80年代ぐらいの方があったのかなっていう。最近もう恋愛自体にありがたみがなくなってきちゃってるっていうか、容易になってきちゃってるんで、まあ、今回はそういうレトロな感じの、もう恋愛っていう言葉に相応しい恋愛を描こうかなと思って。千葉のように
和樹のソロプロジェクト、百合十字弾。楽曲も衣装も何もかも2000年11月の初ライブ、2001年3月のリリースに向けて順調に進んでいた。和樹はその2年前頃からソロプロジェクトの実現を目指していた。そして趣味のような形で和樹がボーカルを担当する月色屋敷青年歌劇団を立ち上げ、アイデアを発展させていった。そしてソロプロジェクトへの思いは百合十字弾という形で目指されていった。ソロプロジェクト、それは和樹の自由へのこだわりでもあった。そこで自らが傾倒しているメタルの追求、そして様々なチャレンジを百合十字弾として世に放つ決意をした。そして始まった百合十字弾の立ち上げ、そのコンセプトはインダストリアルを基盤としたネオクラシカル北欧系メロディックデスメタルバンド。そして和樹はそのコンセプトにこう付け加える。この言葉には和樹の大きな期待がはっきりと伺える。百合十字弾サウンドとは攻撃的で激しく鋭いメタルと打ち込みのサウンドを融合させ、ボーカルの和樹が心の叫びをそのまま吐き出すように歌うというものである。メンバー構成はクリス・ダーク・シュナイダーと名乗るボーカルの和樹、フリュールというバンドのクルト、ギターのマスクの3人の構成で、ドラムは打ち込みであった。百合十字弾の衣装は映画「三銃士」や「仮面の男」が元となりデザインされていた。そしてその制作にあたり、和樹は生地からボタン一つに至るまでこだわり、豪華な衣装となったのである。その中でもギターのマスクは薄汚れた囚人服をかぶり、さらに囚人用の仮面をつける予定だった。そしてその楽曲に合わせてのダンスが用意されていたという。そのダンスを取り入れた和樹のライブパフォーマンスを楽しみにしていたファンも多かったであろう。和樹は楽曲のラフレコーディングをして自らプロモーションを行い、そしてついに11月の初旬の百合十字弾としての初ライブの準備をしていた。この和樹が残した百合十字弾への思いやコンセプトは様々な形で多くの人に受け継がれていくであろう。和樹が残したたくさんのメッセージとともに、2000年11月の深夜、秋風のラプソディのカップリングとして梅塚は発売された。この楽曲は和樹が16歳の頃作られた曲で、エビスギルティで初めて演奏されて以来、その音源化が強く望まれていた曲である。そのレコーディングに際し、和樹はその瞬間の自分たちを認めてあげたいというスタンスから、16歳当時のままの詞とアレンジでレコーディングが行われた。和樹は言う、今の自分たちではこのアレンジはできないであろう。当時なりの魅力が逆にレコーディングを終えてみて新鮮だったと。この曲にはキーボードは一切入っておらず、バンドメンバー4人の音のみで構成されている。そしてこの形態のアレンジに関して、今後のラファエルの方向性を示すものだとしている。
21世紀のラファエルの方向性は生々しいロックバンドだと。実際この楽曲は全体的にシンプルアレンジで、その音はストレートにロックである。だからこそ和樹をはじめラファエルのメンバーたちがこの楽曲を演奏している姿が聴く人の脳裏に浮かぶのではないだろうか。そこにこの楽曲の魅力があり、4人の当時のその瞬間があるのであろう。その詩に関しては失恋の歌、愛すべき見極めができていなかったための悲しい最後、その悲しみは不滅の花として思い出と咲く。そしてこの不滅花というタイトルはグランヴィルの花の幻想という19世紀半ばのフランスの物語が題材になっており、その物語には麦わら菊の切ない苦しみが描かれている。和樹はその物語と自分自身が体験した悲しい恋の記憶を重ね合わせてこの作品を作ったのである。和樹は自宅の中に和樹スタジオというプライベートスタジオを持っていた。和樹は仕事全般から読書などの趣味に至るまでの全てをそのスタジオ内で行っていた。和樹は音楽家としての活動をそこで行い、作詞に関して言えばもっぱらデスク上のパソコンに打ち込んでいたという。通常作詞用にはワープロソフトを使用するのが一般的だが、和樹の場合テキストエディターという簡易的な文字打ちソフトを使用していた。しかしどのパソコンにもデータを流すことが可能なため、その便利さに惹かれていたのであろう。続いて作曲。和樹の大まかな作曲スタイルは、まず最初にギターでコードを弾きながらメロディーを口ずさんで作曲する。そしてそのコードやメロディーラインをデスク上のパソコン内にあるシーケンサーに入力する。そして次にそのメロディーに、そしてそのコンセプトに合ったドラムなどのリズムやギターのリフを考え、全体の構成を決める。そしてシーケンサーとレコーディングソフトをシンクさせ、ギターを入力。そしてできたものを CDR に焼いて完成である。つまり数々の楽曲はこの和樹スタジオで作られていたのである。そのスタジオで何かできるたびに、たとえそれが真夜中であろうと家族を呼び起こし自画自賛していたという。そのパソコンは和樹のスタジオ内での全てと言っても過言ではなく、ホームページの書き込みをはじめ、ファンクラブの開放誌やギターのデザイン、さらには広告やグッズに関しても利用していた。このパソコンから様々な和樹作品が生まれてきたのである。和樹のギターテクニックはインディーズの頃から目を見張るものがあり、周りのスタッフを驚かせていたという。日本で本格的なジャーマンメタルサウンドをやっているギタリストは最近では他にいないと、メタル系ギターメーカーの草分けであるキラーギターの目に留まり、モニター契約を結び、和樹もずっとキラーギターとの契約を望んでいたという。武道館ライブやロストグラジュエーションのビデオクリップでおなじみの和樹デザインによるペガサスファンタジーもここから生まれた。ここではその才能を遺憾なく発揮した和樹のギターコレクションの数々を紹介する。和樹はインディーズ時代から
メジャーデビュー初期の頃は白塗りの顔に太いアイライン、そして濃い口紅と狂気の世界のフランス人形のようなメイクでビジュアル系メイクの王道を歩んでいた。その頃は那覇いるメンバー全員のメイクをカズキ一人でやっていたという。カズキは独自のメイク練習方法を持っていた。白い何も描いていないお面を用意して、さらにそのお面の顔を左右半分に分ける。そして左右違うメイク方法を試すのである。そのようにしてカズキはあの派手な白塗りのメイクを練習していたのである。その後1999年11月に発売されたサードシングル「プロミスの頃」、それまでの派手な白塗りメイクをやめた。そのことに関して和樹は、メイクはその楽曲の世界観を表現するための手段、プロミスは白塗りの濃いメイクを求めていなかったと語っている。和樹にとって衣装やメイクなどのビジュアル的なものはその楽曲の世界観を表現する一つの手段に過ぎず、何よりも楽曲が最優先であった。さらに音楽の幅を広げる第2期を迎えるにあたり、ラファエルの定義から化粧を外してほしい。もちろん楽曲によっては白塗りもドレスも、そして素顔もあるだろう。ただそれはあくまでも楽曲に対する表現手段なのだ。変わらぬ楽曲最優先主義を示唆した。和樹はその自虐的ともいえるピアスでも注目を集めていた。最初は小さなピアスを耳に開けている程度だったが、ユキとの付き添いでボディピアスの店に行ったところ、なんとなく乗せられて体にピアスを開けたのが始まりだったという。まあピアスはね、最初ちっちゃかったんですよ。ほんでボディピアスっていうちょっと太いのに変えたんですけど、それは別に最初したくなくて、ユキト君に誘われて、お店に連れてかれて断りきれず行って僕もやったんですけど、したらね、なんかどんどんハマってっちゃって、でなんかもう自分の皮膚に開けれる余白があることにもう嫌悪感を感じるレベルまで行ってしまったんですね。それもなんかお店の人とも仲良くなっちゃって、それでもう普通の人にはやらないこととかもやってもらっちゃったりとか、だから僕今右耳の軟骨の部分とか1センチぐらいくり抜いてあったりするんですけどまあだからサイボーグとか叩かれちゃったりするんですけど、僕ぐらいのレベルになるとどういうレベルやさせる場所が余ってるのが嫌なんですよ、うん、ああなるほどね、もう埋めたくなってくるんですよ、耳を。ちょっと耳見せてもらえますか。耳ですか。ボディピアスに対してさまざまな声のある中、その言葉にめげることなく、和樹金属化計画というプランを公言していたという。そしてもう一つ、タトゥーに関しても注目を集めた。これも最初は何気なく蝶のタトゥーを背中に入れていただけであったが、ある日和樹にとって重大な決意となるタトゥーを入れた。和樹には一時本気で音楽をやめようと思った時期がある。それは和樹が亡くなったファンの子のために雪の人形という曲を書いたことが発端だった。和樹はその曲を亡くなったファンの子に捧げたつもりであったが、一部のファンはそれを許さなかった。しかし和樹は
このことを理解してくれている多くのファンのため、そして亡くなったファンの子のため、今まで愛してくれていた自分と変わらぬ姿で生きていこう、自分の生き方を信じて生きていこうと決意した。あのね、一つね、右腕の肘のちょうど上ぐらいにあるタトゥーがあるんだけど、それはね、あの僕本気で音楽やめようと思ってた時期がありまして、あの武道館が終わった後ぐらいかな、あのファンの子の理解が全くなかったっていうか、あの亡くなったファンの子に僕曲書いたりとか、そういうことをですね、ひいきだのなんだのいろいろ言われてですね、僕もあのどうしていいのか分からず、アーティストとファンとしてやっぱ割り切れない部分とかやっぱあったんで、それでもう音楽やめようかなと思ってた時に、やっぱり続けようと思った時に、あのもうなんていうか、もう見える部分に入れようとしたら、もう普通の職業に戻れないじゃないですか。んで入れたんですよ。だからもう一生音楽家であり続けるための自分への戒めと決意っていうことなんですね。和樹は決意の証として右腕のよく見える場所にタトゥーを入れた。音楽家でしか生きていけないように、そして変わらぬ僕を生きるために。和樹は他のビジュアル系ロックバンドとは違った独自性を展開していく。そこにはその楽曲ごとのコンセプト、ファッションを第一とした和樹の姿勢があった。その代表例がフォースシングル「ロストグラジュエーション」での和樹の学校への強いこだわりから生まれた学生服の衣装である。他のビジュアル系ロックバンドとは全く違う発想で「ロストグラジュエーション」のビジュアルを形成した。和樹の心に深く根ざした学校への憧れがそうさせたのであろう。当時和樹がそのコンセプトをスタイリストに伝えた際に、清楚上品なデザインはもちろんのこと、シャツの生地にも強くこだわっていたという。丸襟、そしてオックスフォード地、このようなオーダーは一時服飾デザイナーを目指そうと考えたこともある。和樹ならではの発想である。さらに和樹は綿の肌触りにもうるさかったという。丸襟、オックスフォード地のシャツは和樹のお気に入りとなり、プライベートでも 3,4 枚作ったという。初の武道館コンサートでもその制服を着用していた。その後もファッションに関して異彩を放った和樹は、フィフスシングルエヴァーグリーンで驚くことに現代のスネ学生服をビデオクリップの衣装に採用。あくまでも学校へのこだわりを見せた。しかしこのビデオを最後に和樹は制服に別れを告げた。本当の意味で和樹は卒業したのである。素敵な大人になるために。和樹はたくさんの本を愛した。そこには創作活動の原点になったものをはじめ、さまざまなジャンルの本があり、和樹が生きてきたその時その瞬間の興味が現れている。ここでは音楽家とは違った側面の和樹に触れてみる。和樹は自らを取り囲むさまざまなものに独特のこだわりを見せ、その美意識にかなうものを部屋や身の回りに置き愛用した。様式美を徹底したものからファンタジックなものまで、さまざまなこだわりのあるものが和樹を囲んだ。ここではその和樹が愛用したさまざまなグッズに触れてみる。和樹は何よりもファンを大切にした。
だからこそファンとの距離感を大切にした。ホームページやファンイベント、そして新曲発売時のコメントペーパーで等身大の和樹、その時その瞬間の和樹を見せた。それが和樹という人間だから。和樹は素直に正直にファンと向き合い、自分自身と向き合い、自分にとって大切なものを、そして大切なメッセージをファンに見せた。それはアーティストとファンというよりも人間と人間として、そんな姿にファンは心を打たれ、和樹を、そしてラファエルを好きになっていったのだろう。ファンもメンバーもスタッフもみんなラファエルだと思うんで、うん、ファンもメンバーだと思ってます。今日はですね、シック発売記念と天天団って知ってますか？それが発足記念だったんですね、ゆうきさん。そうですね、僕はすっかりもう言うの忘れてました。ゆうきくん入ったんですか？え、ゆうきくん入ったんですか？あー、いいですか、僕も入って。いいですよ。じゃあ、教授に入ってみます。そう、入った人。そしてここに一つの和樹の持論がある。出会いは奇跡だと。和樹は語る。この広すぎる宇宙の中、この星に生まれたこと、そしていろんな人に出会ったこと、どんなに小さい確率なのだろう。世界の広さ、この宇宙の広さを考えれば考えるほど、その確率の数字に気が遠くなる。そんな確率の中、起こり得る全ての出来事は、そして全ての出会いは奇跡でしかないだろう。君がいるから僕がいる、僕がいるから君がいるわけだ。奇跡と奇跡がぶつかり合ってできている世の中だから、大切にしなくてはならない。だからこそ和樹はファンを、そしてラファエルの音楽に耳を傾けてくれる人を大切にした。そしてその距離感を大切にしながら、ホームページで等身大の和樹を表した。そのことは和樹の過去ログにも見て取れる。